はい、皆さんこんにちは。ジャパンユニックスの中野です。技術の柳中と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日のテーマなんですけれども、発電素子のハンダ付け、具体的にどういったところで使われているか教えていただけますか。はい、そうですね、例えば自動車業界においては、ソナーセンサーなど距離を測定する際に発電素子が使われております、他にもプリンターのインクジェットですねとか医療機器など、様々な分野で重要な役割を果たしています。生活に関わるような部分、いろんなところで使われているということですね、まず固定先の方ですね、ハンダ付けの動画からご覧いただければと思いますので、どうぞどうぞ。はい、コテのハンダ付け動画、ご覧いただきました。こちらが実際のハンダ付けした製品になります。2点ハンダ付けポイントがありますが、綺麗にできてますね、今回コテのハンダ付けで注意したところとかあればお願いします。はい、一番重要なポイントですねは銀クワルという現象になります。圧電素子は銀メッキがされてまして、ハンダと熱の影響によって余裕して溶け出してしまいます。それによって剥離や断線などの接触不良が起こることがありますので、コテの当てる時間だったり、温度管理ですね、がとても重要になってきます、条件の管理しっかりやらないといけないですねということですかね。そうですね、その通りでございます。それではレーザーのハンダ付けの動画も一緒に見ていきたいと思います。はい、はい、どうぞどうぞ。はい、それではレーザーのハンダ付け動画もご覧いただきました。こちらに、実際のワークありますけれども、こちらもコテと同じように綺麗にハンダ付けできてますね、はい、レーザーのハンダ付けでの注意点とか、ハンダ付けの特徴とかあれば教えていただければと思います、はい、圧電素子はですね、金属板や、セラミックなどの一般的な基板とは違って異なる素材を材質を使ってまして、比較的高出力のレーザーが必要となります、なのでハンダ付け時にはですね、リード線や銀メッキが焼けないように、注意が必要となります、レーザーの出力とか部品が焼けないようにとか、そういった対策調整が大事になってくるということですね。はい、そうですね、ハンダ付けにおいてハンダ付けの条件調整というのはとても重要な要素となりまして、そういった点は、しっかりとサポートさせていただきますので安心していただければと思います。柳中さんも普段実験とか機器選定とか導入支援も一緒に対応されていますよね。そうですね、なのでハンダ付けのお困りごとがあればいつでも相談していただければと思います。はい、柳中さん本日は解説ありがとうございました。ありがとうございました、それではまた次の動画でお会いしましょう。それではまた。